どうも実様です。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも実様です。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。ということでね、あとネク終了のお知らせがついに来てしまいましたね。運営さん、今までね、もう3年半ぐらいかな、実様初期からね、やってましたんでね、長い間楽しませていただきました。はい、で一番乗ってる機体、シナンジュなんですけどもね、実はあんまりガンダムのことってその機体はあるでしてたんですけど、いろいろね話とかは知らないんですよね全然。で長い間やってきて、でまあ結局そのみんな愛機とかそういうの持ってるんですけど、実はまあ今あまりそういうのがなくて、まあ、その中でもねシナンジュ、何回700回近く乗ったのかな。はい、なんで、まあ、最終的に一番乗った機体がこれなんで、愛機がシナンジュだったのかなって気がしますけどもね。まああのはい、レベル8ですね一応ね、そこ4ですね、硬いです。でね、まあ3月まであるんで、できる限りまた実況していきたいなとは思いますけども、はい、まあ終わってしまうということでね、まあいろいろあのランクマッチファイナルとかそういうのは来たりはしてるんですけどもね、まあ、できる限りね最後まで楽しめまあいいんじゃないかなと思いますね。でこの先なんですよね、あの1500人近くの方々が実様のチャンネルを登録してくださってるんですけども、ほとんどバトネクでつながってくださった方かなと思っております。でなくなってしまいますけども、あの動画はなんとかねちょっとずつでも続けたいんで、できればチャンネル登録はそのままにしといていただければ嬉しいなと思います。はい、さあ EX パーツとか配りまくってるんでね、強化したい機体、ここに残りがある機体とかあるとね、できれば育てるといいんじゃないかなと。最後ですからね、出し惜しみせずに楽しむっていうのがいいかもしれないですね。で、バトオペ2の方ですかね、の方への誘導が、まあ、あります。まあ、興味ある方はそっちもやってみてはいかがかなと思いますね。面白いゲームだと思いますけども、実際もあんまりまだやってないけども、100戦、150戦ぐらいしかやってないかな。うん。まあ、ちょっとそっちも久しぶりにやろうかなと思っております。うん。まあ、スタッフの方々ね、できる限り頑張ってくださったと思います。うん、どうなんだろう頑張ったんかな分かんないですけどね。まあ長い間やってきたゲームが終わるのは寂しいですね。この先ね、まあバトオペ2がまた下火になってきたら、ネクストの続きが発売されたりとかもするかもしれませんけどもね、プレステ5とかの話もありますんでね、またそういうできる機会があればね参加したいなと思いますね。まあでも始まってからね、もう3年半ですよね。実様もね、もうおじさんの域に入ってきてるんでね、もうあんまりゲームしなくなっちゃうかもしれないですけどもね。うん。まあ楽しいゲームでしたね。うん。でね、まあ楽しいゲームでね、YouTube のチャンネル自体は結構昔に作ったんですけどもね、本格的に配信し始めたっていうのはね、バトネクがきっかけでしたんでね。最初は雪闇さんにね、どうやってやってんですかっていうのを聞いて始めましたね。うん。で、いろいろ教えてもらってね。で、こういろんな方とね、つながってね。うん。まあ、ゆうちょんとか、ね、ひなっちさんとかね、あと海外のね、UC66 さんとかとコラボしたりね。たりもしましたね。で、まあ生活環境が変わってね、こうがっつりできなくなったりもしてるんですけどもね、まあ、いい思い出が多いですね。うん。ということでね、話がね多いんでね、アレックスはい、好きなんですよね結構アレックスデザイン、かっこいいですよね。これ
色塗らなくても元々デザインがいいから好きですね。チョバンマデックス硬いんでね、面白いんですけど、この機体ね、おとり機体ですよね。いたーガーン、はい、ちょっと眠いですけど、まあ、バトネク最初始めた時はめちゃくちゃ下手だったんですけどもね、最初ガンダムが怖かったですね。めちゃくちゃ強かったですね、ガンダムね。とにかく硬いっていう、本当に白い悪魔だった時代がありましたね。で、そうこうしている間にちょっとだけレベルがあって、ジムスナ2作ったんですけども、その頃かな、ウィングガンダムが登場してね、ゲロビにもう焼かれまくるっていうね、すごい嫌な思いがありますね。で、まあ、なんだかんだ1年ぐらいやってて、で、1周年ぐらいであれかな、サザビーとニューガンダムが出てきたんですけどもね、ニューガンダムじゃなくてサザビーか、サザビーがまた弱くてね1周年記念がこれかよっていう感じがありましたけどもね。その後はね、またバルバトス、アニメ鉄血のオルフェンズ実装の頃にね、一緒にバルバトスが出てきたりしてね、結構最速実装だったかな、ゲームの中ではキャラクターとして、それがね、話題になったりもしましたし、他にね、ドムがやたら強くなったりとか、このキュベレーもね、実装当初はね、パネルがえげつなく強かったりとかありましたね。クワントオペレーションとかありましたし、ユニコーンオペレーションもありましたし、本当楽しいゲームでしたね。まあ、運営さんにはまた懲りずにね、作ってもらいたいですね。わあ、今のタックルは当たるんですね。まあ、ツイッターも最近はね、バトネクの話題も減ってましたけどもね、実様ツイッターもやってますんでね、実様の情報が見れますからね、見に来てください。実様で検索したら出ますんでね。この先ですよね、やっぱりどうしようかな、本当に。まあ、ポケモンレッツゴー、ヘリウムさんと一緒にやってますけども、ヘリウムさんはちょっと体重崩しててね、あまりできなかったりはするんですけども、なんとかクリアぐらいまでは頑張りたいですね。で、年明けにね、実様が一番好きなロールプレイング、ロマンシングサガの3ですね、が年明けにこうアーカイブスかなんか出るみたいなことを聞いてるんで、まあ、それやってみてもいいかなとか、あとは何だっけ、PUBG、なんか TPS、FPS か分からない、そういうのも誘ってもらったりはしてるんですけどもね、まあ、何していこうかな、どういう、時間もたくさんは取れないんでね、なんかこんな車どうですかっていうのがあったらまた教えていただければなと思います。とりあえずガンダムで成長してきたチャンネルではあるので、まあ、バトペ2ですかね、まあ、ちょっとかじってみようかなと思いますけどもね、まあ、でももう有名な実況者さんがたくさんいるでしょうからね、また一からのスタートになるとは思うんでね。爆散まあ、できればね、アドバイスとかもらいながらね、一走当初は結構ちょこちょこやってたんですけどね。はい、ということでね、まあ残り3ヶ月ですかね、アップできそうな時はプレッシャーアップしていきたいと思いますんでね、最後までお付き合い願えれば、願いたいと思いますね。全部赤になってる。はい、もう終わりそうですね。よいしょ。まあ、アレックスでいいデザイン。皆さんはどのガンダムが好きですかね。リサマはどっちかというとジオンのデザインの方が結構好きだったりはするんですけど、でもやっぱユニコーンガンダムとかかっこいいっすよね。フルアーマーユニコーンガンダム、心残りなんはね、V ガンダムに乗れなかったのと、あとノーベルガンダムに乗れなかったのがすごい残りだな。
まあ、次のネクストの続編が出たらぜひともね、ぜひともね理想してほしいなと思いますね、さあ皆さんね、いろんな思い出あると思いますけどもね、最後まで走り抜けましょう。はい、アレックスかっこいいね、やっぱりいいデザインだね。はい、ということで3年半ですとかね、いろんな動画撮ってきましたけどね、まあ、こんなじさまのチャンネルにお付き合いいただきありがとうございました。引退はしませんのでねまあバトペネクストでもまだいや、プレイはしますからね、出会うと思いますけども、まあちょっと勝たせてください。出会ったらね。ということで、ね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。運営の皆さんも、まだね、残ってますけどもね、とりあえずお疲れ様でした。ということで、さよなら。